成瀬組初めてついた時ですね、石中先生行状記っていうのがあの第一回でついたんですけれども、確かね弘前というねところへロケーションに行って、池部亮とかね大体あのスターさんが大勢来てたんですけどね、みんなそのスターがね人が足りないとあの後ろの通行人になって歩いたりね、そういう協力するんですよスターがね。だからこの組はすごい組だなと思った。そういうことをスターにやらせなくても俳優を連れて必要ならいくらでも連れてってお金を使えるわけなんですけども、成瀬先生というのは自分のお金はジャブジャブ使うんですけどね、会社のお金っていうのは決して無駄に使わないというようなそういう美学を持ってる方なんですね。だから自分のお金はね僕らにしょっちゅうもご馳走してくださってじゃかじゃか使うんですけどね、会社のお金っていうのはすごいね厳しいんですよ。だからちょっと無駄な人間連れてったりしてもね僕ら叱られてしまうというそういう人柄の監督だったんですね。Ensuite, vous avez tourné les trois films qu'il a fait pour Shinto Ho comme assistant. Donc ensuite, c'est Ginza Gesho. Ginza Gesho, c'est ça? Je l'ai vu, celui-là. C'est ça, c'est ça. Ginza Gesho, c'est le location de Ginza, mais Naru Sensei, 撮影やっててひょっと松竹本社の建物を見上げてね、あそこで木戸四郎がこの撮影見てるかもしれないねなんて、まあ、木戸四郎っていうのは松竹の社長ですから、というのはなんか木戸さんと、成瀬監督はあんまりいい別れ方はしなかったようなんですよね。ということはね松竹には小津安二郎清水宏で成瀬美京ですね、すると小津は2人いらないよ清水は2人いらないよっていうことをいつも言われて社長にいびられたんだそうです。それでねいつも社長にそういうふうにいびられてね、それで小津ポジション成瀬ポジションがありますね、特徴がねカメラにもねカメラポジションにも特徴あると思うんですけど、その2人のどこにも抵触しないところを自分が作り上げてたわけですね。それが成瀬町のね成瀬ポジションっていう、まあ一つのポジションじゃないかと思うんですよ、カメラの位置だろうと思うんですね。Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette position de caméra de Naru Sensei? 成瀬監督のカメラのポジションっていうのは特徴でいうと何だろうか。そうですね、例えばね清水宏監督だとね、なんか被写体を撮るときね真正面にカメラをドンと据えるんですよね、大体そうなんですよ、いつもね真正面にカメラがドンと座るんですね。で成瀬がちょっとね横になるんですよ、ポジションがね斜めの方から撮るんですよ、そういうね違いがあるんですね。Kurosawa dans ses mémoires Kurosawa était l'assistant sur Avalanche justement。黒沢監督が自分の本の中で書いているのは、雪崩の中で助監督だったと書いてあります。Il dit dans ses mémoires que Naruse découpait énormément, c'est-à-dire que pour une action pour laquelle un cinéaste ferait un plan ou deux, Naruse en faisait 5, 6, 7, mais que quand c'était monté, on avait l'impression que ça coulait, que c'était très très fluide, très continu. そういうこともあると思いますね。だから、なんかね、こう凝りまくった絵でね、凝りに凝ってですね、やった構図っていうんじゃないんですね。もう自然にね、ナチュラルにね、その何にも照らないで自然にポンと置いたカメラなんですよ。だからね、まあ黒澤さんなんか僕はどっちかというと凝りまくったね。構図だと思うんですけど、成瀬組っていうのはそうじゃないと思います。したがってね、ラッシュプリントっていうのがあるんですけどね、まあそのセットならセットを撮影してまだ編集がきっちりできてない段階でね試写があるわけですよ。それ見るとね、成瀬先生の絵はねもうすごく自然にポンポンとこう置いたカメラですからね、一枚一枚の絵としてはね、うん、すごい絵だっていうようなことはないわけですよ。だからね、そんな絵で大丈夫かなっていうのはね、頼りないなっていうのは最初は感じを受けるんですよ。ところが繋いでみるとね、
もうまさにこれでなければいけないっていうね、ナチュラルなスッと流れになるわけですね。だから他にこう一枚一枚の凝りまくったですね、一部の隙もないね、バランスのいい絵の、つまりそのカットがこう重なってね、それはラッシュの時見る時、わあ素晴らしい絵だ、これも額縁そのまんまね飾って絵になるなっていうのは、きっちりした構図がね連続して、完成してますとね、それが完成者でつながった時はね、なんかすごく重苦しいね、なんかもうもったりする感じになっちゃうというね、鳴瀬組はもう頼りない、こんな絵でいいのかなみたいな感じなんですけどね、全部つながって音楽がついて完成した時はもうこんな自然なね絵はあるだろうかっていうくらいね、ナチュラルにこう流れるんですね。Et le troisième film que vous avez fait avec lui, c'était Okasan. Est-ce que c'était le seul film de lui qui était connu en Occident pendant très longtemps? Est-ce que c'est un film qu'il a eu plus de difficultés à faire, puisque c'est un film très réaliste, très simple, sur les, pas du tout mélodramatique comme Binzageshio, pas du tout un film de genre, plutôt néo-réaliste. Est-ce qu'il a eu des difficultés avec la production pour le faire?そんなことはなかったですね。もうすごくね、いつものように自然に撮ってらっしゃいましたね。ただ僕はあの演出的にお母さんの場合ね、とても面白いと思ったんですけど、例えばね、あの主演のね、田中絹代の相手役の、 あの夫の役の、三島雅夫だったかな、これがちょっと病気で寝てるんですよ。でそこへね、加藤大輔っていうね、あのそこでかつて働いてたあの職人が手伝いに来るんですね。そういうねシーンをね淡々とこう撮ってるんですけどね、あの芝居の最中でね、鳴瀬先生がね、あのセリフ喋ってこうテストやってるでしょ。で加藤さん、その辺でちょっとタバコでも吸いますかなんて、あの軽くね、あの演技指導でしょうか。そしたら加藤さんははっって言って、それじゃあテストいきますって言って、あのもう一遍やりますね。で加藤さんがそこでおもむろにタバコを吸えって言われましたからね、そこでマッチをポッと吸って吸おうとしたら、加藤さん吸えますかっておっしゃるんですね。これはね、タバコでも吸いますかって言っていて、吸えますかって今度言うんですよね。なるほどね、病人は肺病で寝てるんですよ、うん、それでその時三島さんかなんかがね、あのその芝居してる方がね、コンコンって軽くね咳したんですね。で加藤さんそんなことお構いなしでね、言われた通りマッチ吸ってこう行こうと思った、加藤さん吸えますか、そういう演技指導なんですね。その時加藤さんがドキッとした顔しましてね、それで先生に見た、すいませんでしたって言って、あじゃあもう一遍行きましょうって言って、今度はもう一遍、最終テストですね、ラストテストで始まってずっと来て、それで加藤さんやっぱりタバコ出してね、それでこうコンコンと咳したらと思ってタバコやめてね、というものすごい自然ないい芝居だから、こうこうこうでこうでこうして咳をするから吸っちゃいけませんっていうような演技指導ではないんですよ。吸いなさい、吸いますか、吸えますかっていうね、そういうあの暗示を与えるんですね。そういう演出は僕は素晴らしいし、それをパッと理解するね俳優もすごいなと思いましたしね、そういう点がとても勉強になりましたね。田中絹代、est-ce qu'il a des souvenirs de la manière dont ils travaillaient tous les deux, dont ils travaillaient ensemble? あの、田中絹代さんについてですけれども、はい、何かその鳴瀬監督との一緒のお仕事をしていることで何か思いつきはなくとっていうのはありますか？特別ないんですけどね、あのやっぱり田中絹代は鳴瀬先生にはねすごくあの振幅してるようだったんですよ。だからね、銀座芸賞の時なんかでもね、オープンで撮影やってましてね、で田中さん部屋へ待ってる、いよいよあの田中さんの出番で僕が呼びに行くでしょ。そうするとね駆け出すんですよ、あの現場までね、田中絹代は。だからそんなに駆け出さなくても大丈夫ですよ、いいんですよって言ってね、まあスターさんですからね、田中君、ちょっと家先生をお待たせするわけにいきませんって言ってね、母言いながら駆け出すんですね。もう
もややそれは僕は芝居だと思うんですけどね、やっぱりで事実芝居だったんですけどね、そのくらいね、あの先生のためなら何でもやりますみたいなスタイルでやってる女優さんだったんですね。それでやっぱりそれはね、随分監督に尽くしてるけどもちょっと芝居じゃないかなと僕も思ってたんですけどね、あの後でねやっぱりそうだってことが分かったのは、僕はあの清水先生にもついたんですね、清水博史監督ですね。で清水博史監督は田中絹代と結婚した経験があるわけですね。でその話はね、あの非常に現場でそういうふうに尽くすとストレスが溜まっちゃうわけですね、彼女はね。で家に帰ってくるとものすごいヒステリーを起こしてね、それで女中さんが居つかないんですって、そういう話を聞いたんでね、それでああそうか、あれだけ尽くすってやっぱりストレス溜まってね、女中さんにね八つ当たりするのかっていうことで分かったんですけどね、そういうことが面白いことがありましたね。Est-ce que des cinéastes comme Naruse et Shimizu montaient eux-mêmes leurs films ? Naruse 監督とか清水監督は自分で編集をしていました。前はね、全部おやりになったし、脚本もやってらっしゃったようですけどね、後年はもう全くね、清水先生の場合はね、現場でも俳優さんと口を聞かないんですよ。用意したともかけないんですよ。全部助監督にやらせるんですね。だから帰ってきてね、旅館で今日のお前の演技のつけ方はダメ、俳優もこれダメだったみたいにね、毎晩帰ってきてからお説教を聞くのが大変でね、本人は役者と俳優と一言も口を聞かないんです。それが清水スタイルなんですね。 Dernière question sur Naruse, quel est son film préféré de Naruse?監督にとって、成瀬監督の映画の中で一番好きな作品は何ですか？ウキング。ウキングも。もし。メルシーボクどうもありがとうございます。どうも。とても良かったです。嬉しかったです。あ、そうですか。いや、あんまり真剣な話をしないで申し訳ございません。Désolé d'avoir raconté des choses inintéressantes, pas trop sérieuses.C'est bien, les choses pas trop sérieuses sont souvent les plus intéressantes. Mais そんなに真面目じゃないことがよく一番面白かったです。Bon, ben c'est parfait, je crois que je vais aller voir le film de Monsieur Ishii à 8h. D'accord.